は日本の首都東京。謎の男ファントムは封印された自らの強大な力を取り戻すべく暗躍していた。彼は特殊な力を持つ若者に FA という武具を与え、戦いに勝てば望みを叶えるという還元で戦いへと誘っていた。なぜなら FA の激しいぶつかり合いは時空の歪みを起こし、この世界とは別の世界、その亀裂がやがては彼の力の封印を破ることとなるか。ファントムに対抗するハジャの一族であるクモン家の娘ワカと協力を申し出たミコトは、この陰謀を止め、その時ワカの妹であるナギも正義の味方を志すメイド、イツキとファントムの誘惑から逃れた忍者ユズハも合流し、4人の少女はナギを救う。もうどっちに逃げたの？さっきファントムと一緒、どうやらファントムに操られているようで、怪我をしたくなかったら道は。
様よ。遅かったな。スカベンジャー、ナギちゃんはどこ？私に勝てたら教えてやるよ。あまり甘く見ない方がいいと思うけど。燃えろ。メテオブラスト、行くわ。そんなにあの娘に会いたいのなら連れて行ってやるよ。悪夢の世界、どこだろうとついていくわ。ナギちゃんは必ず返してもだが、それは体から向こうで死ぬがいい。吸い込まれる。
私の子、もしかしてクモンさんが言っていた。また来たわね、ファントムの手先。とにかく おかしい、力が。そういえば、でも